はい、ここからは、ファンの方の質問パート2となります。それでは早速スタートしたいと思います。必須アミーグで戦う上で意識していることは？決断力、最後まで諦めない、できるだけ時間を残す。将棋の愛読書3冊教えてください。詰将棋パラダイス、将棋世界、 Z の法則。詰将棋パラダイス、高速の終盤術、盤上のフロンティア。斉藤慎太郎の角換わり、隣流9五歩があったダイレクト向かい飛車、ご機嫌中飛車の急所。ネタっぽくなっちゃう。できれば関西の将棋聖地を教えてください。作っていただいても構いません。やっぱりまあ通天閣。やっぱり通天閣。じゃあ私も通天閣で。師匠自慢してください。いやとにかく対局姿、そして対棋譜が美しい。モノマネのレベルが上がってきた気がする。弟子のことをすごく思いやってくれる。ここぞという時の勝負飯は？カレー、豚肉、親子丼。対局時の必需品は？ハンカチ。ハンカチ、センス。対局時のルーティンは？朝フェレットにご飯をあげる。早起きして風呂に入る。ちょっと分かりません。最近作った料理や得意料理は？ありません。夏に入ってラタトイレ噛んじゃった。そうめんを茹でました。普段自炊しますか？あんまりしません。そこそこやってます。しないです。予選の裏話ってある？前日に3人で牛タンを食べました。前日に、他のチームの佐々木勇気さんと練習させてもらいました。前日に何を食べるかを決めた時に3人が全員牛タン選びました。お互いの意外な一面は？斉藤さん男らしい、村山さん意外な一面。いや意外ではないけどチャーミング。隣さん、ちょっと闇がある。村山さん、かわいい。隣さん、酒飲むとかなり変身する。斉藤さんと大縄時の飛び方が結構面白い。お互いの第一印象は？斉藤さん、かわいらしい。村山さん、将棋めちゃ強い。隣さん、男前すぎて話しかけにくい。村山さん、序盤の本めちゃくちゃ買ってた。隣さん男前、斉藤さんシュッとしてる。好きなおでんの具は？大根。大根、はんぺん。リズム感。いいリズムですね。一番のライバルチームは？将棋だけでなく仲の良さ、注目度など比較対象は何でもいいです。糸谷チーム。対戦しましたが渡辺チーム。僕もやっぱり仲のいい渡辺さん、戸辺さんがいたので渡辺チームで。対局を中継されている時の心境は？対局前は緊張するけど対局中はそんなに気にならない。変な音を出さないようにしないとな。変な手刺さないように気をつけよう。対局中継の時はカメラを意識して服装や仕草を気にしますか？割と意識します。対局前は意識しますが、まあ入ったらそれほど。やっぱり身だしなみとか結構気になります。対局時のファッションのこだわりは？正座しやすい服。験担ぎというか割と高勝率の服。ネクタイはやっぱり勝った時のネクタイを使うことが多い。ハブスガイ戦が千日手差し直しで深夜に収録しましたが、思い出の深夜対局は？まだそこまで、夜中の千日手とかは経験してないと思います。翌朝4時半まで対局した阿久津八段戦 B 級1組順位戦。1時間負けましたが翌朝3時半まで対局した片上さんとの順位戦。オフの日は何をしていますか？将棋の研究してます。音楽聴きながらゴロゴロ最近するようにしてます。走りに行ったりしてます。意識的にオフの日を設けてますか？いや特に意識はしてません。
対局前2日3日前に1日作ろうと決めてます。うん、あんまり考えてないです。 VS チーム渡辺寺の次戦解説をお願いしたいです。トベチャンネルと比較ができれば先生方それぞれの考え方が分かるので勉強になる。検討します。私はあの初戦で近藤さんにこううまく刺されてしまった悔しさをなんとか渡辺戦にぶつけられたかなと思います。トベ攻めにやられました。もしあと1週間です余命宣告されたら何がしたいですか。行けるとこまで、遠くに行ってみたいです。やっぱり詰将棋してるかなと思います。美味しいものをたらふく食べたいです。奨励会時代のそれぞれのチームメイトへの印象。斉藤さん可愛らしい、村山さんは将棋めちゃ強い印象です。隣さんはあの関西の先輩で、やっぱり少し段が上だったんで話しかけにくかったけど、対局は練習対局はしてくれたという覚えがあり、村山さんは、その序盤戦術の本をよく書かれているのをいつも買ってる。さっきと一緒ですけどね。いややっぱ隣さんも本当に昔からイケメンかっこいい、斉藤さんは確か斉藤さんが15歳ぐらいの時になんか見たことがあったんですけど、なんか今と同じでとにかくスラッとして長身シュッとしてる、さっきと同じになっちゃいました。一緒ですね。質問も大体一緒って気がする。大人になって将棋を始めた初心者が劇的に気力向上するコツはある？劇的はありませんのでコツコツ頑張りましょう。うん、もう右に同じ劇的はない。一日一膳。まあ、詰将棋をコツコツ解いてください。ジメコ先生、斉藤先生の寝顔は美しかったですか？真面目に答えるともう斉藤先生の寝顔でも疲労困憊でした。自分じゃ絶対真似できないけどいいなと思うメンバーの一面は？斉藤さん料理上手、村山さん、リサーチがすごい、隣さん、序盤戦術の、幅広さ、村山さん、受けの手厚さ、隣さん、まあ、将棋のやはりそれ アイデア、斉藤さん、うん、やっぱり終盤力。はい、ここまでパート2は以上となるんですけれども、何か気になった質問ありましたか？うん、ありましたね。ありましたね。これは一致しましたね、完全に。あの牛タンの話がちらっと出ましたけど、あ、そうですね、あれ予選の裏話の話の質問で、はい、牛タンを食べに行ったというのがありましたけど、でもあれエピソードあるんですよね。あれは確かに補足したい、補足しましょう。まずあの前日にまあこう東京でこう集合して、まあちょっと練習をこう、まあ、私の回答では佐々木勇気さんと4人でこうやってもらったんですね。で、まあ、その後、まあ3人で相談会議どうぞっていう感じ で、ね、送り出してもらったんで、3人でどうしようかっていうところで、なんか順番とか、まあまあ、そういうのも含めて、ね、オーダーのことを考えながら夜ご飯みたいな感じでしたね。でその夜ご飯何食べるかっていう時のことですね。そうですね。でなんかレストラン街みたいなところ行ったんでした。なんかありましたよね、いろんな店舗が入って、でなんかそういうなんか案内板みたいなのがあって、なんか10店舗か15店舗ぐらいいろいろこうあったんですよね。でなんか決めきれてなかったから、まあ、せーので指さすみたいな、一定のせいで指さしましょうみたいな提案があって、でそれでびっくりしましたね。やるね。でせーので3人が指した指が牛タン。全員牛タン。本当15店舗ぐらいあったから、いやいや結構びっくりしました。牛タンってどっちかというとね、若干意表の攻めみたいな、まあなんか定番どころというかね、なんかそばとか、いろいろありましたけど、あれでなんかチームワークがより良くなったような。いやあれでもう予選通過は決まったようなもんだろう。お強き強き。あのチームワークの良さは、いやそれは思いましたね。藤森さん、まさにまさにここぞの勝負飯で ね、質問もありましたが、牛タンにしときゃよかった、しときゃよかったぐらいの感じですね、当たり方でしたね。はい、というわけでね、ここまでパート2以上となります。次またパート3にも続きますので、ぜひご視聴ください。バイバイ。